えー、それではただいまより税理士2016合格目標速習、えー、講座財務諸教論の第1回目の講義を始めます担当は並木です、えー、1回目ということで簡単に、えー、自己紹介は私はあのガイダンス等を聞いている方はですね、えー、また2回目になっちゃいますけれども、えー、40年、えー、税理士会計士と日商簿記とやっております えー、並木と申しますあのこういうところはですねあのちょっと何十年やってるからいいいいうわけじゃないんですね、えー、しかしながらまあ、えー、聞いている人と私との信頼関係まあそんな間違ったことはやってないとあのちょっと宣伝になっちゃいますけどガイダンスでもお見せしたんですけどね、えー、受験にはいろいろな参考書を買った方がいいんじゃないかっていうのが何冊かありまして、えー、一つはですね この財務省協論を受けられる方はですねぜひこれですねちょっとケーブルがかかって届かないんですけど、えー、会計法規集と言います、えー、この中にですねこれから勉強する、えー、企業会計原則よく出るんですね最近。 昭和24年7月9日が誕生日なんですけれども、まあ、設定日なんですけれども、えー、これがもう本当にここ5年くらいですね穴埋めから記述からものすごくよく出るんですねそれが収録されているとそれから近年国際的に会計というのは統一化がこれをコンバージェンスっていう名前を講義中しょっちゅう出しますけれどもその会計基準が全て収録されていると。あのこれはでも 会計基準を作っている団体の話もしますけれども会計基準委員会といいましてインターネットで検索すると出てきてそこから会計基準がダウンロードできるんですが私もダウンロードしてあのここの iPad で通じてお見せすることが多々あるかと思います。じじゃゃあ買う必要ないじゃないいかってねただ紙として持ち歩く場合に僕全部これね紙としてプリントアウトしたことあるんですけど。 私のプリンターはインクジェットプリンターなんですけれども、えー、これを26回系基準全部ダウンロードしましたら、えー、インクジェットプリンターを3セット使いました、えー、よってこれ2000円程度のものなんですね、えー、18000円ぐらいかかりましたね、えー、なもう途中でねやはり講義するときとか電車で新しい基準を確認する僕も勉強しますから そういうい必要なので「えー、もう」でプリンターが壊れなかったのが奇跡なぐらい、えーまあ、言いたいことは分かりますよね、えー、のアイパスマホとかですね iPad で見るのはもういいんですけれども何たって比較ができないんですね書籍にならないと。両方持っているうのが一番なんですね、えー、よく生講義やりますとね講義中「今日これやるから」って言うとねそこだけプリントアウト、まあ、結局はね全部プリントアウトしちゃったら同じぐらいかかるんですけど。 必要なところだけ時々プリントアウトなんていうのは役に立つかと思いますただプリントアウトした場合にはだいたい片面印刷になりますので私やりましたらちょっとねこのぐらいの厚さになりましたね、えー、書籍で買うとすごい綺麗あのすごく良質な紙使ってるんでこのぐらいの厚さですね、えー、今持ってくればよかったんですけどねまあ、それが これはあの財務省の受験生は持ってる持ってないで合格可能性というのが高まりますので持っていると高まりますのでぜひえーえー講義の進行とともに読めるようになりますあこれやったやったテキストに書いてあるわってねこれが原文を読むということですねだから前後のつながりというのがあの試験で重要になると。 その前後のつながりを知るためにはぜひということですね。えー、その他ですねあの、最近出たばかりで出版社の了解を得て、またデッキの了解を得て、これは僕が書いたわけじゃないから大きなあのね字が、えー、自,自賛にならないんですけれども、あのこういう本あるんですね。独学じゃないじゃないかと通信ってね一人になるんですよね。だからあの先進面を支えるで要するに。えー みんんなはどううやってて勉強してるんだろうとそして各先生方は何を思ってるんだろうっていうような形でですね、えー、また合格した受験生は何をなんてねこれ結構ね今あのネット上の,あの税理士関係の書籍ではナンバーワンの売り上げだそうで、えー、出たばかりだっていうことがあるんですけどね、えー、実はそんなことを言いながら私もこの合格ロードマップっていうのを ちょっと頼まれて記載しておりますでこれはあの別に書いたわけじゃないんですけれどもえ受験雑誌というのがあります初めて勉強される方は知らないと思いますのでえこういう受験雑誌がありますこれ11月号なんですけどね、えー、ここ自画自賛というのは何かというとあのこれは私です並木先生の名推理って書いてありますけどねあの20 2015 2 0年雨が当たっちゃいましたね簿記と財表両方ともね 自分でもびっくりするぐらいじゃあ雑誌が宣伝に使おうっていうような形でですね、えー、もうこの雑誌は二十数年連載とかね、えー、付録とか書いておりましてまた年2016年向けにね連載が始まったんですけどねその中でね最後に「山はこれだ」って言ったのはもうなんかズバリズバリ当たっちゃいましてあのこれあの「七月臨時増刊号」だなんていうとねえー、代表の方はぜひ えー、全国のの受験予備校理論の山特集なんですね、えー、僕は批評する側の立場なんですけれども結構ね当たるんですねでそういうのちょっと覚えておいて、えー、毎回毎号毎号を買う必要ないんですけど結構ね情報が豊富なので、えー、役に立つことが多いということですね、えー、これは私も、えー、人の書いたものを拝読しております、まあ。そんな形でですねあのー テキストプラスアルファで夜中に困った時にみたいな感じでですね何かあるといいかもしれませんね、えー、その他の会計に関する書籍私もこれはもう宣伝するのやめますが自分の書いた本一つだっけ、えー、2015年12月年末に初めての会計基準という本が出るんですねあ、これはいい本ですよ150ページ程度で わかりにくい会計基準を日常日常用語を使って説明してあるんでね、著者はもちろん並木です。えー、宣伝はこのぐらいにしまして、えー、その他の自分の書籍はともかくとしまして、あのー、税理士試験とか会計試験でね、あのー、売れている書籍とかね、また自分に合う書籍っていうのが、あのー、会計の理論の方ですけどね、計算はもうレックのテキストでもう。 なんか表現悪いけどゲップが出る方でやりますからねで理論の方でかゆいところに手が届く自分が知りたいところがちょっと書いてないと、えー、私即習コースね短あのパーフェクト講座というのがありますでそれの1.6倍から7倍のスピードでやっていかなきゃいけないまあそんな形でですね、えー、言い忘れなんていうのは絶対ないですよ。しかしながらあ 理屈を知りたいなんていう時にね、会計書籍が一冊あると目次が参考書にあさ作品が参考書うん作品が辞書になりますね。えー、そんな形で持っている方結構多いと思います。自分の気に入った本を一冊手に取るっていうのが一番いいのかもしれませんね。えー、まあそれができればということですけどね、えー、初期投資ということになります。えー、では速習講座の方のお話に行きますと。 えー、即終コースは先ほど言ったね「えー、早く習う」っていう字ですから、えー、本当に1.5倍速でやっていかないと間に合わない、えー、私こんなに早くしゃべんないんですねえところがまあゆっくりしゃべる時はしゃべりますけれども、えー、今早くしゃべる練習をしなきゃいけないぐらい早くしゃべるというようなことになりまして、えー、しかしながらじゃあ身につかないっていうわけじゃありません。えー、DVD を早回ししているような気持ちで聞いて頂いければと思います。 これはもう何回でもね聞けますし復習はできるわけですからしたがってえ何だというとえ2級レベルの人を対象なんということで例題は全部見ていきますがえーもうここはもう全体条件でいいですよねなんていうところもあります。つまりえこのテキストの中には3級2級のもう手形の振り出しから仕分けがしてあるとかね 現金の範囲とかそういうのはもうパッパッパッパめくっていきたいと思います今回がそうですね、うんえー、その他にもう経過感情の再振り返し分けとか一応確認はします、えー、初期にやったことを忘れていくのが受験勉強なんでねだから知識を均等にすることを目的にする、えー、これが受験勉強ですねこれが速週講座はより重要になるということになります、えー、そして 論点によってはですねちょっとテキストもう出ないんじゃないかっていうところぐらいまで掘り下げちゃってる例題があるんですねこれを復習してもまず試験も出ないんですよ個人的にはそう思うような論点がありますですから簡単な説明が行われてもまあ、ここの例題はきちんと言います復習はいいですよってで、それでもね簡単な説明でもう結構挑戦できて分かるようになりますそういうようなことで 省略するところも「即集講座は申し訳ありませんが」多いいかと思います章ごとに最後の最終確認問題とかねやり方だけ説明して詳細な仕訳というのは省略したり集計とかですねそういうのは省略させていただくことが多いかと思いますのでそれは断っておかないと直前期にですね「あの論点残して終わっちゃったよ」なんて。 ここれ毎年やってるから絶対そういういいとはないんですけどねただそのようなスピードを上げてやったからとということですね、えー、そして理論も同じようにまず出ないでも知っておいた方がいいこれは理論はですね速習講座特にですね会計単語これたくさん覚えてください会計単語だけは覚えてください文章の丸暗記は不可能ですでまた最近試験員の先生はテキストの丸暗記した内容とかですね 先ほど言った「企業会計原則会計基準を丸暗記したその文章を回答にするような問題は出題しません」えー「答連はしょうがないから穴埋めで出しますけどね丸暗記の内容は出ません」「理解した内容を自分で文章を作るいわゆる作文」ということになります、えー、よって、えー、これねこれからやるのでなんか言ってることが意味不明になってしまったらもうごめんなさいですけどね 新しい会計基準、な会計新しいっていったて平成13年から適用されたもの、えー、一番早くて平成11年から3つ会計基準が適用されてるんですがこれはもうほとんど電卓叩く計計算算になるる、んですね。で計算をややってから理論やるそういうふうに授業構成考えておりますのですと急に楽に楽なります、えー、ですから計算でほとんど理論が終わっちゃってる内容もありますので、えー、その時単語をたくさん覚えておくということですね。 計算分かるとですね、白紙にならない理論が書けます。えー、この試験百点必要ないわけですね。えー、受験案内によると六十パーセント合格とする、えー、ところが過去の事例でね、ボーダーラインなんて言いましたね。六十点にすると合格者ゼロ。平成十一年なんて受験生の最高点三十五点じゃないかなっていうくらい、それが十四点九パーセントの合格率が出た。えー、つまり二十七年の 試験問題を、ね、時々紹介しますけれども、えー、2015年ですね、えー、山が当たっても、えー、合格ボーダーライン40点から45点ぐらいじゃないかなということですね、えー、そういう試験なんです。ということは神経質になって丸暗記をしようなんて特に理論ですね、えー、記述問題です、えー、そういう勉強はしないようにしてください。途中でやめたくなってしまいまいす、えー、よって単語を覚えよう。 単語が出てくるとね、それに関連する文章、え関連する内容が満点が五点だったら二三点分出てくるんですね。えー、それを書けば合格するんです。満点を取ろうという勉強は、えー、神経質になるだけで胃が痛いだけで途中でやめたくなる勉強だという、えー、こんな前置きをしながらスタートをしていきたいと思います。えー、あのこの パーフェクト講座というのとテキスト同じなんですね。で、パーフェクト講座は52回で終わるんですね。速習講座は同じ内容を31回で終わらす。まあ、それでね、えー、52回割る31っていうことで、まあだいたい1.6倍から1.7倍のスピードでやっていかないといけないと。逆に言うとね、パーフェクト講座はね、のんびりのんびりやってるんですね。えー、ですから逆に言うと飽きちゃうっていう人もいます。 えー、よって今聞かれてる方は同じ内容をまあちょっとスピード早いけど、えー、早くやってるから同じ内容が圧縮されている書って儲けたなぐらいのつもりで、えー、聞いていただければと思いますで直前期同じ全く同じスピードで同じ内容でやっていきたいと思います、えー、で最後になんだというと、えー、また 27年山が当たたりすぎちゃったからな特に理論が山当たるとねもう本当に合格可能性が高まるんですけどねでもあの頑張ってて山を当実言うとね先ほどお見せした雑誌では、えー、フライング予想なんでねもう実言うと、えー、27年で5つぐらい山にしたんですけどねそのうち2つが当たってしまった残りの3つは外れたわけですね当然。 えですからまず第一の山はその3つになるとだ今言っちゃいけませんねそればかりやる人が出てくるんでね全部を勉強しないとね税理、えー、試験のたしなみが整わないということになりますのでまあそういうことで、えー、あのい毎回ですね最終講義に、えーまあ、ここは座標ですから、えー、母座法をやってる時にはね「母規の山」「座標の山」なんてやるんですね。えー、でも もし何だったらちょっと考えてねこんなことを思っております。財票を受けた人は簿記論も受けられるんですね。簿記論だけ受けてた人は財票が受けられないんです。なぜかというと計算理論やってないからですね。えー、財票を受けてた人は簿記論と同じ共通テキストというのがあります。そこで簿記論の内容をカバーしてるんですね。えー、ですから、えー、授業のね、えー、毎回2時間半のうち30分は理論に取られるものの、えー、ぜひ 在校受験生はここで最後になります。前置きプロローグ。えー、在校受験生は9時から始まる母機論も受験の申し込み確か500円高くなるなるだけですから、ぜひ挑戦してね、一、えー、日4時間受けてください。あの中にはね、あの昨年の即週の人ね、えー、まだ昨昨一昨年ですか、えー、27年は結果が出ておりませんので。えー その前の年20平成26年に受けた時人僕にとっても何か複雑でしたけどね即習講座を受けてる人で「えー、先生座標落ちたけど募金受かったからいいですよね」って言われたんですね。えー、ってこれ論論がが難しすすぎてねねの人でできななかったみたみいなんです、ね、だから座標を受けてた人もできないその中での戦いでボーダーラインが相当低かったらしくてね、えー、そういう変な現象も起きることがあると。 だから、えー、両方勝っちゃうう人も出てくるということいこです、ね、まあそんな形で、えー、財票受けられている方は、えー、午後の、えー、12時半から始まる財票だ,だけじゃなくて、えー、9時から始まる、えー、9時から11時、えー、募金論も申し込んで受けるこれいいウォーミングアップになりますよスポーツね試合前には必ずね練習しますよね。 そういう練習だと思ってねそれがうまく結果が出ちゃったなんていうこともありますのでではテキストの方へ行きますテキストはですねもうお手元にある通り計算テキスト材表の計算テキストが4つありますそれから母材共通と言われるねテキストがやっぱり4つありますで理論テキストはですね 1> 1と言われるのが一つでとということで三部作になっております、えー、そんな形で、えー、講義は、えー、あのそれらを使って講義は進行してきいきます。そして初、えー、めて見るとね変な感覚を起こうしますので今木次を映しております のの計算専用テキストの 1, で1章2章で3章といくんですがであれ4章がない、えー、5章になってるこの章の順番で講義をしていくと聞きやすいとじゃあ4章はどこ行っちゃったんだって言いますとここに書いてあります。章、えー、章の詳細はは共通ななねあごめんなさい4章は えー、共通母材テキストに収録されておりますだから講義を聞く時には、えー、今回ね4章入りませんけれども、えー、123で、えー、これを終わらせますので共通テキストいいんですが、えー、章1章2章というね順番でやりますと材表専用テキストと共通テキストがセットになるように章の順番で講義を進行していくようにします。えー、ちょっと忙しいんですけどね えー、今回はちょっと前置きが長かったので、えー、平均60ページから70ページ進んでいくのでねちょっと忙しいということになります。であと計算にも書いてあって理論にも書いてあるようなね、えー、これはもうしょうがない説明するために、えー、そういう内容に関してはね2回勉強できるとあ計算に書いてありましたよねって計算の方を優先して最初にやっていきまして残りの時間30分程度なんてあ,あくまで程度ね日によって違うわけですけれどもえー 理論の方をお話したいと思います。だ理論テキストはいつでも二、えー、ページしか済まない時もあれば三十、えー、ページ済む時もあります。だから、えー、講義を聞く時には当たり前ですけどね、お手元に置いておいていただければと思います。えー、では、えー、まず在教計算テキスト一からスタートしたいと思います。えー、第一章会計科目の概要なんていうのな書いてありますけれども。 木次をバーッとめくっちゃった後に「序、えー」なんてありますねこれは各人読んでおいてください、えー、それから注意事項というのがありますこの「注意事項」で大切なことはあの自然にね、えー、大切なことっていうのは当たり前のことに変わっていくわけですけどね あの勉強する時の筆記用具、えー、筆記用具ですね。あの試験ではですね、青または黒のボールペンということになっておりますので、えー、よって私紹介するために全部持っております。まあほとんどがボールペンですけどね。あのボールペンね、この必要に応じてちょっとボールペン趣味なくらい。 趣味というのは、ね、仕事から集まっちゃったんですけどあの軸の細いの、細いこれ有名なやつですよね軸の太いやつこれね持ち替えながらやるんです受験生はね100円のボールペンのインクが100円のボールペンのインクが一本なくなるくらい、えー、これが受験勉強の目安と考えてください私も大体2か1ヶ月に2本くらいなくなります。それほど講義も書きますので、えー、よって検証縁になるんですよ なった人珍しくなくてで太いの細いの持ち替えますと使う剣が違うらしくてこれ整形外科の先生なんですけどね剣が違うらしくて腱鞘炎になりにくいだから特化違ううものを使うとで黒でも青でも構いませんので文房具屋さん行ってですね「特化一回へ」というのは、えー、試験会場に持っていくこれだっていう一本を見つけてください。もううたくさん買いいますそしてこれだと一本を 三、三本ぐらい持っていくわけですね。まあ、そんな形でボールペン選びをしていただければと思います。あの万年筆はね、あの気休めというかね、気分転換に。僕も万年筆を二本入れてますけどね。あの、すごく気休めになりますね。えー、試験会場では、あの合理性に欠けますけどね。もう昔は。僕も万年筆で、あの、受けたことあります。と言って。あの、もちろんボキロン財庫は、どういうわけか、うまくいっちゃったから。 あの1回しか受けてませんよ税法もね、えー、しかしながら、えー、なんかきなんかなんかあれだったんでしょうね、えー、ちょっと万能筆でやってみるかみたいなね、えー、ボールペンね昔ボールペン僕が受けた時代パタパタ垂れちゃったんでね、えー、でなんと試験会場暖房あ冷房効いてなかったんですよよし。しじゃあ万能筆だったら垂れないなっていうんでねあでも途中からボールペンの方が良かったななんて思ったんですけど。 まああの今どきでも万年筆のね細字の万年筆を使っている人もいますねただ髪がだんだん良くなってきたからですねえこれは余計な話になりましてえ余計な話じゃないですねそれから電卓え電卓に関してはですね個人的には私「公義帳」を写しますこうやってえこうメーカー書いてありますけどねえこういうのメーカーはねあのーきちんと了解得てねこういうのもう一つ キャノンとかシャープとかねその他ありますあの一つのメーカーのものはここのキーの並べ方が同じなんですね電卓の、えー、使い方なんて本書いたことありますけどねメーカー別にやるのでめんどくさかったんですけど試験会場で過去私3人電卓が壊れた方がいますいくらやってももう出てこなくなっちゃったと実際僕も授業中壊れたこともありますのでね だからこの電卓というのはキーの配列が同じ飽きちゃうから全く同じじゃなくてもいいですから同じメーカーのものを2台用意するともうすぐにじゃなくていいんでしょえ試験中安心ですね。それから私番書たくさんしますその板書をそのままサブノートにするのは私の字です。だから自分の字でねえバインダーノートかなんかに書き換えておくとですね これ試験会場に持っていけるサブノートになりますサブノート作りって大変でねだテキストとの合わせて、えー、セットでねサブノートみたいな形にするといいかと思います、えー、特に計算はたくさん書きますので、えー、こうやってやると早く解けるとかねもう早く解くっていうのがすごく重要なんですね、えー、あとはすいませんけど読んでおいていただいて だからこれからの勉強はすべてもう鉛私はのあのテキストとの書き込みねしょうがないからシャッペン使いますけどね、えー、それからボールペンを使うために誤った時には訂正がありますが数字は数字はですね全部直さないと試験の先生点数くれませんので,で漢字のミスは一文字で構いません。ももちろんひらがなも で訂正したら枠の中に入らなくなっちゃったっていう場合ね、えー、入る場合、入らない場合、まあこれとにかくわかるように書けばね、えー、構いませんということです。線の訂正これは試験中やることはありませんので、今全部継線引かれております。僕が受けたときには全部白紙でした。だからこんなことが書いてあるんですね。あ僕が受けた時ってね。 あの p l を当時商法だったんですけどね。あと証券取引用だったんですけど、えー、それぞれの雛形が違ったんですね。様式様式雛形の話をまたしていきますけれども、両方で作れ、答案用紙まっさらだから上から下まで全部書く、えー、そういう試験だったんですね。えー、まあ、あの勉強しておいて良かったなって様式を覚えておいて良かったなって、最近ね、えー、経線は全部引かれてますけれども。 利益の名称、売上総利益、営業利益、経常利益、税引き前当期純利益、最後は当期純利益ですね。これが空欄になることが大変多いですね。だから基本的なところを知ってると、あの損するっていうのがあのマイナス思考の形と覚えておくと得点になる。ラッキーってね。これはプラス思考ということですね。だからこれから少しずつあの勉強するときにはよく僕は言います。例題最低三回。 これからやる問題3回その時にはテキストに書いてあっても白紙で3回解いてみると全然違う世界が見えてくるとうーんなんてことを言いますので是非それ実践していただいて今言ったことを忘れちゃうので、えー、また例題やる時に言います「この問題は5回やんなきゃなすごく重要だから」とかね「この問題やんなくていいっすよ」って急に変わってね、えー、そういう問題もありますので。えー、では、えー、共通テキストそれから 代表、えー、専用テキスト、えー、まとめちゃうと「ジョ」と書いてあります次のページですね、えー。やる内容全部こう書いてあります、まあ、41章あるということは、まあ、ある種41論点あるということですね、えー。ということは1日1論点では間に合わなくなるということですよね。えー、では次へ向きまして。<laughs> カリキュラムの構成というのが「序」と書いてあるページの10ページに書いてありますがこれは省略、えー、そして大量の問題集が送られてくると思います、えー、でさらに直前期に来るんですね。問題集は、えー、インターネット上で計算用紙がダウンロードできますので、えー、これね過去ね3回できた人ってほとんど受かってますね。えー、やんなくていい って従って、えー、1回はやりましょうぐらいでねこれはの問題集で答案用紙ダウンロードして持ち歩いてね、えー、そしてどこでもできる体制をそんなね日常生活に勉あの受験勉強もう選択したら1年間は頑張って、まあ、1年7か月か、えー、人によってはね6か月くらいということです。でそれであのー そんな期間で受かるのかって勉強時間をね早く始めた人ほどね、えー、まあいわゆるサボっちゃうんですね遅く始めるとサボらないで、えー、過去やったことがすぐ思い出さでね時間が短い分感覚、えー、が開かない分ですねまあそんな形で速習は、えー、プラス思考で考えて有利だと思ってね頑張っていただければと思いますでは第一章へ行きます会計科目の概要 簿記、えー、論と財務諸表論というのが2ページに書いてありますがあの簡単なこれはテキスト読みながら講義しませんからテキスト読みながらやったらねなぜ会計は、えー、税理士法というのは昭和26年にできましてね、えー、なんで簿記論と財表分かれたのかっていう話ねガイダンス聞いてる方は、えー、同じ2回をことを同じことを聞くわけです今講義中ねでもやっぱり、えー、重要なことは2回も3回も繰り返します。 簿記論というのは365日あります365日仕分け記録ってやつですねそれを慣習とか法律で定められた科目で仕分け借り方現金貸し方売上とかやっていくわけですねこれが簿記ですね。で365日の最後の日現在の法律でいうと会社法。 すべての株式会社は株主総会に計算書類あの会社法では財務諸協と言わずに計算書類っていうんですね貸借対照表損益計算書などの財務諸協計算書類ですねを株主に提示しなきゃいけない自宅にも送らなきゃいけないこういう法律なんですね。その作り方が決まってるわけで,すで上場している会社においては金融商品取引法 こういうい法律の名前もねごく自然な形で覚えられます、えー、金融商品取引法においては、えー、内閣総理大臣にこれは財務諸表とちゃんと読んでおります、えー、財務諸表を提出そのための様式が若干違う。でどちらを問われても対応できるように作成できるだから財務諸表計算書類を作成する会計科目が 財務諸表論、一年間の三百六十五日の基調の方法ができるかどうか試されるのが簿記論。だからつながりがあるんですね。まあそんな形で、えー、財務諸表論と簿記論。でも仕分けができないとね財務諸表もできませんから結局同時にある意味で同時に勉強していることにこれからなることになります。だから同時受験も可能であるということですね。 ですから簿記論と財務処表論を、えー、税理手法で分けた理由というのはまあえー、あるかかどうか、えー、それだと全く同じになってしまうような感じになるので財務処表論はどうしてこういう金額で貸借対照表に表示するのかどうしてこのような金額を売上高とするのかその理由についてという理論が 五十点分あるというのが三ページということになります。簿記論というのは荒っぽくてね、一問から三問あってね、三十分三十分、六十分、みんな計算なんですね。えー、よってある種勉強してるとね、裏付けを勉強しないので面白くなくなっちゃう時があってね、ないんじゃときあります。なぜ有価証券自己評価するんだろう。財務はね、きちんと言うわけです。これこれこういう理由があってこれからやるんですけどね、自己評価すると。 えー、まあそんな形で背景を知りたい人は合格率の高い財務諸協論がうってつけということで、まあ、今財務諸協論を選択した人はですね、えー、ラッキーと思っていただいて合格率ねここ5年間の平均3%から4%材料の方が高いですねまあ合格しやすい受験しやすいっていうことですねう結構誤解があってね初めては簿記論だろうと思ってね、えー、でももう,もう選択した人への話なんでね、えー 近年の特徴なんていうのが書いてありますけれどもこれはもう近年の特徴というよりも、えー、今やってるのは財務諸表論なので二産業の技術問題がなんてねいつも言ってて二産業でずっと東連も作ってでここ数年二産業だったんですけどなんと27年ドドドンって9行ですだから自分の考えを九行ということは56行をかけると合格するわけですけどね。 給、えー、業も書くなんて何年ぶりでしょうね、えー、個人的には十三平成十三年に確かそんなことあったかな、えー、ですから十二三年ぶりでぐらいでしょうね、えー、そんなに、えー、それが続くとはね思いませんけれども試験の先生給業もあったら採点大変ですからね、えー、まあそんな形で穴埋めが多いだから会計用語たくさん覚えてくださいって言ったんですねだから原文をたくさん読んでくださいと。 丸暗記するんじゃなくて、とにかく会計用語は穴埋めになるので、重要単語を覚えてくださいといったのが、まあ、最近の財務諸表論の特徴は、理論は穴埋め。えー、それから、単語の説明が多いということですね。えー、そして、計算に関しては、もう何年もずっと変わらず、貸借対照表と損益計算書を作成しなさいです。まあ、二十年はね、えー、それに加えて、これは個人的にそうですよ。製造原価報告書というのがあります。 を作成しなさいがプラスされんじゃないかななんてねあいやちょっと山行っちゃいましたいや何のことかわかんないけど山行っちゃいました分かっちゃった人はあ、生存量が出るのかなんてね、えー、27年外れたからですでは、えー、どんどん巡っていって募金、えー、論と財協の共通点相違点なんて書いてありますけどねこれも各自に読んでください全然 今読んでも役に立たないかと思いますので、知りたい方は読んでください。もう言っちゃいましたけどね、えー、計算の出題形式ということになります。簿記論ではって書いてあるのは省略して財票は、えー、財務諸表論は、貸借対照表損益計算書の作成ですのでね、そんな出題形式はって長々と説明する必要は全くないわけです。ただし、ここはですね。 えー、これからの財務諸表のを勉強する簿記論を勉強する,強する、えー、どちらを勉強するにしても重要なのが5ページ簿記、えー、論で使用する科目貸借対照表や損益計算書に表示する科目だから簡単に言うとですね ここに書いてあるものも含めまして、えー、書いてないもの、えー、帳簿で記入する科目は何というかというと勘定科目ですね。 バランスシートプロフィットロス貸借対象表損益計算書の表示科目これは法律で決まったものなので異なるものがあるとテキストに書いてあるのは現金と当座預金は現金および預金借入金は長短分けなきゃいけない。 その基準は1年ですね前払い保険料が前払い費用未払い利息は抽象的にするんですね並べたら数が多くなってしまうのでそれでいいとただ表示科目は荒っぽいということですねただ売り課金は売り課金買い課金は買い課金受け取り手型は受け取り手型同じものがほとんどですただこれはどうでしょう これ対,尺対象表に表示する時には商品ですねこれ観光慣習で誰がつけたか繰り越してつけたんですね次期繰り越す商品だからでも表示は期末商品、えー、商品としてまとめて勘弁にしてしまうとだからこれからの学習においては可能勘定科目と表示科目が違う試験では 決算整理前残高資産表なんていうのが例題にしょっちゅう載ってくるんですけどねそちらは環状科目でも答えを書くときには財務諸評論は「表示科目に変えるという知識がそこにおいてあるかどうか、えー、それがポイントになります」なんてちょっとね最初5ページで驚かしちゃいましたけれどもまあ驚いてないと思いますが、えー、自然に覚えちゃうんですね。 表示科目と勘定科目だからあのこちらは簿記論でこちらは財務諸教論でというこれは一例ということになります。えー、科目名を変える仕分けを勘定科目の名前を変える仕分けを組み替え仕分けなんでね講義中よく言います。 繰越商品は商品にしなきゃいけないからえ仕分けしておこう。 科目名変更仕分けっていうのが会計上ね、えー、あるわけですけどこういうの何ていうかというと面白い名前もいろいろありましたねこれ覚える試験出ませんよ。これはこんな面倒くさいことは通常というよりもしないですねただ、えー、テキストの解説とかかこれからやるね。 えー、まだずっと先の話ですがのの解説はこういうい仕分けしてありますだから間に受けて試験中やらないようにという解説もしますので、えー、有価証券を投資有価証券に変えるとかね長い間持つものは頭文字で投資をつけるんですね。だいちいちそれは暗黙の了解でねズバリ答えを書くこんな手続きしていないで、まあ、そんな形でですね、えー、保険を抗議する時にね、えー ここんなと言っておかなかったために時間をかけている人がいるなんてね、えー、そんな儀式,儀式,儀式的なね、えー、回答作りというのは不要であるということですね。えー、では、えー、7ページを見ていただきますと創薬計算書が2つ上下に書いてあります。あ 簿記論はね、結構ね、いい加減な損益計算書が東亜用になるんですねちょっといい加減って言うと言い過ぎなのでお風呂で言うとちょうどいい加減、えー、まあ金額が分かればいいよっていうねあの財布は違うんです、えー、法律に基づいた形の東亜、えー、用紙が指定されます僕の時代白紙ですよ、えー、ところが現在は、えー、少なくても7割方は印刷されております だから一部分ね科目名がわかりますかとかねそんな形で、えー、空欄になることが多いです27年は利益名称が全部空欄でした。えー、そんな形でこれ試験はですねここ平成1920212223242526272827ですか、えー、ここ10年ですね、えー、会社法に基づく 対,借対商業と損益計算書ですで18年がね金融商品取引を財務諸業等規則といいますその雛形でしたこれは会社法がね商法から会社法に変更になったんでね出せない年だったんですねその前が平成3年でしたねだから、えー、今、えー、来年受ける28年2016年は何の変更もないので会社法の雛形といいます様式、えー、この様式を覚えておけば「 ま,まず同じものが試験で出題されるだから財布はその点ね、えー、心の準備ができるので、えー、金額だけの問題になるということですね、えー、では、えー、正式な形式で出るということを言いたかった,、えー、言いた,かったわけです。えー、対象表も同様であるということで8ページ。えー「簿記論」はもうな区分とか何にもしないでねいい加減。 あの最近の簿記論はねでもね座標に近くなってきましたね、えー、すると「簿記と座標はどう違うんだよ」ってね、うん、もう一緒にしちゃってもいいんじゃないかなんてね荒っぽい意見が出ますが、まあ、それは試験の,の先生がちょっとね失敗しただけですね。えー、よってまあ伝統的には簿記、えー、論の貸借対照表は区分のない金額だけ入れる貸折引き当て金とか累計額は貸し方にあるような形、えー、ところが えー、財務諸評論の計算問題で出るときには正式な形ということですねで9ページ見るとめまいがして吐きがしちゃうとこ、えー、これから会計基準こんんなななに勉強しなきゃいけないけです、えー、それでね、えー、ちょっと宣伝になっちゃったりましたけど初めての会計基準というのは受験生の要望がたくさんあったんでね受験雑誌の方で,でもう持ち歩きであの普段授業でやらない会計基準も含めて え簡単に会計基準が分かる方法がないかっていって書いたわけですね、えー、12月末です、えー、そしてあのテキストでもねこれを一部よく出る定番は掘り下げてやっていくっていうことですねでもやる内容っていうのはこれ全部やりませんよ四半期財務所表とか途中に書いてありますけどね連結キャッシュフローとかね、えー、こういうのはやりません理論ではちょっと触れたりしますけどね、えー、しかしながらえ大まかに こんなに試験範囲があるということを見せただけで、ええー、こんなにやるのでクラーっとしちゃうといけないので倒れちゃうといけないから次のページへいきます。十ページ財務諸表論の特徴。えー、ではこの十ページで財務諸表論の特徴へ行ったところでちょっと切りがいいので、まあだいたい五分休憩という形で。 えー、講義を3つに区切ってやりますこれはもうね今聞かれてる方だから休憩は関係ないと思いますけどね。えー、では一旦休憩をいたします。